このレッスンではブラーについて解説しますはいエフェクトの中のブラーというカテゴリーですねブラーシャープという中に入ってますがブラーというのはいわゆるぼかしのことですねはい見ていただくとわかるんですがまあブラーシャープ、えー、シャープにする項目も入っているので違うのもあるんですけど、えー、ブラーと名がつくものだけでもかなりの数あります、えー、それぞれですねどう違うのか特徴を見ていこうと思います はい。今、一枚のレイヤーにずらっと並べてブラーをかけて、全部スイッチオフにしてあります。一個ずつオンにして効果を見てみましょう。では、まず、CC クロスブラーってなりますね。はい。これは、読んで字のごとく、クロスしてますね。縦と横が交差してるような、えー、ぼかしになってます。これ、縦と横を個別に調整できるので、えー、こんな風に極端にかけるとですね、キャンバス、油絵のキャンバスみたいな感じの効果が出てきます。 はい。次。CC、ラディアルブラーというやつですが、渦巻きになってますね。はい。こんな渦巻き状のぼかしです。で、ラディアルファーストブラーに、えー、似た名前のがありますが、こっちは、こういう放射状ですね。放射状の、えー、前に突き進んでいるような、そういったぼかしになります。で、このラディアルブラーと、ラディアルファーストブラーなんですけど、えー、こっちは日本語の、えー、ブラー放射状ってやつですね。えー、これと効果に似ています。 また、ラディアルファーストブラーと似たような効果も作れます。まあ、これでも同じようなことができるんですが、どっちかといえばこのラディアルブラーの方が動作が軽くシンプルなので、詳細にはない場合にはこちらの方が向いてるかなというところですね。はい、次、ベクターブラー。これは変わり種でして、はい、こんな風にですね、何か滲んだような感じになるんですけど、ガラスみたいですよね。はい。これを動かすとこんな感じに、硬質な感じがするんですけど、 通常のぼかしとは違っていてこのようなですねえ少し、まあ、なんか重視が固まったような特殊な変化の仕方をするブラーですねはい次ブラーカメラレンズですがこれはカメラのレンズのボケ方をシミュレーションしているようなものなのでいっぱいぼかしていくとあれですね絞りの形のようなものが出てくる、えー、カメラで社会振動を浅くしたような雰囲気ですねそんな雰囲気が出てくるのがブラーカメラレンズです はい。次、ブラーガウス。これがですね、一番、まあ、基本となるぼかしですね。いわゆるぼかしというと、ブラーガウスになります。でブラーの方向ってありますが、これ、横だけと、縦だけに、限定することもできます。はい。でですね、えブラーガウスなんですが、これ、きつくかけていくと、このエッジの部分、ちょっとこんな風に少し暗くなるんですね。こういう特徴があるんですが、 それをですね、解消しているのが、ブラー滑らかってやつです。えー、これは非常にボケ方、ブラーガウスと似てるんですが、これエッジの部分違いますよね。これエッジピクセルを繰り返すとチェック、外れてると、ブラーガウスと同じなんですが、これのチェックが入ってると、端っこのですね、ボケ方をこのようにぴったりとした感じにチェックしてくれます。えー、端っこがですね、あの、もやっとなるのが嫌な方は、こっちを使ってください。はい、次、ブラーチャンネルというやつですが、 はい。これは、赤、緑、青の色のチャンネル、もしくは、アルファチャンネルとかですね。それチャンネルごとにブラをかけるんですね。なので、この特定の色だけがニジとかですね。こうした、ちょっと特殊なボケ方を演出することができます。はい。次、ブラーボックス。これもですね。見ていただくと、 え、ボックスというくらいで、ちょっと四角い感じのぼけ方ですね。していきます。滑らかというより少し幾何学的な感じの奥行きを持ったボケ方をします。はい、最後はブラー合成というやつですが、これちょっと特殊でして、今レイヤーが1枚しかないんですが、特定のレイヤーを選んで、その形でぼかしをかけるということができます。なので、その参照元のレイヤーを動かせば、ボケてる部分が動くとかですね、そんな方法も可能になります。 さあ、このようにですね、まあ、ざざっと見てきましたけど、さまざまな種類があるので、ぜひですね、皆さんも実際にかけてオンオフしたり、えー、パラメータをいじったりして、その特徴をですね、体感してみてください。このレッスンでは、ブラーについて解説しました。